いま藤川サンタンジェロ第65回公演第5回サンタンジェロフィルハーモニー管弦楽団演奏会お昼の部が終了したところです。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はソリストを務めてくださいましたお二人をお招きして少しお話を伺いたいと思います。では自己紹介をお願いいたします。ピアノの小山彩子です。ソプラノの向笠桃子です。お疲れのところですが少しお話聞かせてください。今日はオーケストラの演奏会でしたがいかがでしたか？とても楽しかったです。とても自分の中で熱狂してしまってすごく今でも興奮しています。ムジカサンタンジェロサンタンジェロフィルハーモニー管弦楽団はムジカサンタンジェロのオペラや演奏会でいつも演奏していただいているオーケストラなんですけれども、いろんな曲をチャレンジしていろいろなレパートリーで演奏会をお届けしているんですけれども、今日は有名なラプソディーインブルー、私はオーケストラで生で聴いたの初めてでもう感動してしまいました。お客様も喜んでいらっしゃったんですか？そうですね、有名な曲だったので読みやすかったです。演奏会に来てくださいという宣伝もすごくしやすかったです。歌の方はですね、いろいろなオペラや、曲数でお送りしたんですけれども、今日お歌いいただいたドニゼッティ、ミシュランすごく長くて難しい曲で、いかがでしたか、合わせるのとか。そうですね、やはり対局でしたので、まず私個人のことから言いますと、やはりその対局的なこととか、またそのオーケストラで歌うというプレッシャー的なものとかもありまして、緊張もしましたけれども、やはり昨日、合わせをしていただいて、今日本番という形だったんですけども、もうダイナミックなサウンドの中でも、後ろからこうバックアップしてくれるようなオーケストラだったので、非常に歌いやすく、伸び伸びと歌わせていただきました。また指揮者のスティーブ・エレリさんも大きなバックアップで皆さんの演奏を